こんばんは。10月31日火曜日のプライムニュースです。今夜のテーマはこちら、地上作戦拡大で人質は、ハマスが残す交渉カードと策略です。今夜のゲストの皆さんをご紹介します。50年以上アメリカと中東情勢を取材してこられ、 NHK 時代にはベイルートに駐在されていました、ジャーナリストの木村太郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、元駐シリア特命全権大使で、1990年に起きたイラクによる日本人の人質事件でイラク大使館の参事官として交渉に当たられました、国枝雅樹さんです。よろしくお願いします。お世話になります。そして中東情勢にお詳しい軍事ジャーナリストの黒井文太郎さんです。よろしくお願いします。お世話になります。パレスチナ情勢の人質をめぐる新たな動きから見ていきます。こちら、まずハマス側見ていきます。パレスチナ人の囚人を全員釈放すれば多数の人質を解放するとしているんですが、昨夜新たに人質3人の動画を公開しました。その中で人質たちは、囚人を解放して私たちを解放してくださいと強く求めているということなんです、うん、そんな中、イスラエル側は残虐な心理的プロパガンダだ、ガザでの攻撃はハマスに譲歩を迫るものだとして声明を発表しています、うん、まずこのハマスが公開した人質3人の新たな動画なんですが、まず黒井さん、この新しい動画を出したわけはどんなところにあるでしょうか。はい、まあ、ハマス側の、まあ、一つの手といいますかね、まあ、イスラエル、ネタニヤフ側を揺さぶるということで、まあ、おそらくこの動画の中でもですね、なんかその自分たちのそういったディール交換みたいなものをイスラエル側が蹴ったというようなことで、まあ、人質の方もですね、かなりエキサイトしているんですけれども、まあ、おそらくそういう悪いのは、この交渉を潰したのはイスラエル側だったということをおそらく人質に、まあ、聞かせてですね、まあ、信じ込ませて、まあ、そういうことをしゃべらせたんだと思うんですね。この揺さぶりというのは、イスラエル側はこの反応を見るとあまりこう効果をなしていないように見えるんですが、いかがでしょうか。そうですね、ネタニヤフ首相はですね、もう実はもう最初からですね、まあ、ハマスは殲滅するというその方針は変わってないんですね、はい、で、まあ、その人質の問題というものはそれはそれで対処すると、うん、ただそのハマス作戦、殲滅作戦というのはそれはそれでしっかりやるというのはずっと言ってますので、うん、まあ、そういったものをハマス側が出してきて、一つ揺さぶりが来たものに対してはですね、まあ、非常にその非難をしてですね、これは許せんということで、それとは別に自分たちのやり方といいますかね、自分たちの手法でもって人質奪還に向けての努力はするとというのは国内に向けては言ってます、うん、木村さん、いかがですか、このハマス側の、まあ、相手は揺さぶり、それに対してイスラエルのこう強硬姿勢、ね、今度の戦争は、ね、はい、これまでのね、ハマスのいろんなテロ作戦と全然違う、うん、それでね、すごくハマスは今度はよく考えに考え抜いた作戦をやってて、うん、でそれは何かっていうと、うん、今回の戦いで自分たちはどうなってもいいから、うん、イスラエルの悪さっていうものね、この非道さっていうものを世に知らしめようというのが一番の大きな問題なの、うん、で人質はだから交換のために取ったんじゃなくて、それを示すために取ったとすると、うん、はい、あんまりその将来安閑としてらんないと思う。なるほど、その意味で言うと、じゃあその人質、ハマス側がじゃあ交換しましょう、それに対してネタニヤフ首相がこういう姿勢を示すということは、ハマス側の思惑通りに人質に関するその駆け引きは進んでいる。人質に関しなくて全部今ハマスペースで進んでて、はい、それにネタニヤフは振り回されてるって感じ。力を持ってる側が振り回されてるという見方でになるわけですか。力を持ってるのは軍事力、軍事力は力じゃないから。なるほど、今回はハマスは戦闘には負けるけども、うん、これわざと負ける、もう勝てるわけない、まあ、まあそうですね、徹底的に負ける、うん、だから負け方が世の中にイスラエルの悪さというのを世の中に知らしめる形で負けると、うん、それで戦争はハマスの勝利、うん、イスラエルの敗北になると。なるほど、それを狙った戦争だと言われてる、うんうん、国枝さん、いかがですか、ご自身がかつてその立ち会われた状況なんかも踏まえて。そうですね、ハマスの人たち指導者はですね、はいはい、明確に歴史を相手にしている。ほう、歴史を相手にしているということは、うん、アラブ世界の民衆にですね、うん、ハマスは今何をやっているのか、うん、何のためにやっているのか、うん、我々は命をやってかけてやっているんだと、うん、それを心の中に明確に入れて、うん、その次世代、さらにその次の次世代、
そういうところまで考えて、その彼ら その考え方というものを、うん、歴史の中に生かしていく、うん、そのための戦いだと私は考えてます、うん、そこまで追い詰められていたという言い方もありですか、ハマス側が。そうですね、だからこそ始めたということがあるし、 ね、はい、それからまたこの戦いはですね、そんなその急に決めたものではなくて、うんうんうん、やはり年という単位がかかっているはずなんですね、はいはいはい、それとともに彼らの通信電話などを利用すればそれが膨張されているというのは彼らも十分知ってますから、そういうものに頼らないで、あの情報伝達の仕事をやればそれだけ時間が多くかかるわけですよ。ですからこれだけのものを立案するには相当な時間がかかっている。それでこ の戦いをやっているという感じです、ね、ちょっとこれごめんなさい、はいはい、あのね、始まった日を覚え出してください。10月7日1973年の10月7日から50年目のその日に始めたんですよ。第4次中東戦争が始まったと同じ日。そんな日にち狙ってるんですか。だって偶然だと思う。いやだからそこは僕には分からない、まあ、これ偶然、はい、それにすっごくね、なるほど、メッセージが込まれてると、はあはあはあ、それ何かって言ったら、はいはい、第4次中東戦争までアラブ諸国がパレスチナのために戦ってくれてたわけ、はい、だけどみんなやられてしまって、うんうん、もうそれからは全然パレスチナのことはとりあえず置いといて自分たちのことを考えようということになって50年過ぎて、はい、どうしてもここで一発声を上げとかないともうパレスチナ問題って消えてなくなる、うん、ハマスはそれじゃここでやっぱり一旗上げなきゃ、うん、でそれには武力で勝てるわけない、うん、勝てなくていいから負けてもいいから、うん、そのイスラエルというのはそこを引きずり込んで、うん、あのイスラエルの極悪非道というものを天下に示して、うん、それでパレスチナの大義というものを世界に示そうと、うん、これは今度の戦いだったと思うね、うん、でその意味ではね、すごく成功していると思う、うん、ハマス交渉による解決を示唆しているように見えるんですが、うん、一方でネタニヤフ首相は30日会見を行いまして、うん、地上作戦を続ける意向を示しています、うん、ネタニヤフ首相の発言、うん、一部ですが、イスラエルは勝利するまで野蛮な勢力に立ち向かう、民間人の犠牲を最小限にするためできる限りのことをしなければならないと話しています、うんうん、そんな中人質交渉なんですが、イスラエル軍によりますと人質1人、これは女性兵士なんですが奪還できていると、うん、一方でイスラエル外務省によるとドイツ人の女性1人の死亡を確認しているということで、うん、木村さんね、はい、一番頭で伺ったそのハマスの人質交換交渉みたいな話と、このネタニヤフ首相の強硬路線っていうのと、イスラエルの側というのはハマスと人質の交換交渉をやる一方で力による奪還も図っているという、これをツートラック同時並行で進めているという、こういう理解でいいんですか。それってあんまり意味ないと思うんだ、はい、この、 ネタニヤフの発言見てからね、はい、でここにこれはパレスチナのことを言ったんだと思うんだ、民間人の犠牲を最小限にする、最小限にするのは出てもしょうがないって意味なの、はい、あ、そう読むべき発言なんですか。そうでしょう、なるほど、民間人の犠牲は出さないって言って最小限の犠牲が出るのは普通で、うんうん、最小限にするってことは出るよって言ってるわけだから、うんうん、それはイスラエル人にとっても同じことなんでね。なるほど、僕はもちろんネタニヤフ首相はな、人質の奪還ということは言ってるけども、うん、それはもう今度の作戦の中ではごくごく小さな部分だと思う。ハマスの壊滅のためにはそれが大目標であって、そのためには他のものは2次3次もっとちっちゃい扱いになる、そういう意味でよろしいですか。そうだと思います。ではですよ、じゃあハマス側にしてみたら、イスラエルがその強大な軍事力を持って自分たちを潰しに来るというのが見えてるわけですから、そのイスラエルと人質をその交渉交換交渉しようかと言ってるイスラエルが力攻めに来るというのがほぼこれで確実に分かるとしたらですよ、もうハマスからの人質交換の交渉ももうしなくなる可能性って、やって、はいはい、やって、はいはい、一生懸命交渉やってるように見せて、ああ そうか、そこの中でイスラエル側がそれでも攻めてきたら、うん、ほらイスラエルは全然人質のことなんか考えなかったじゃないかと、うん、要するに全部攻めをイスラエルに課すことができるわけ。なるほど、完全にじゃあもうハマス側は自分たち その犠牲やら何やら全く二の次で、国際世論戦だけをポイントに置いた戦いを今後も繰り広げていく、こういう理解。それが今回の戦争の最大の目的でしょ。でハマスは今回の戦争をね、はい、脱植民地主義闘争って言って、何ですか植民地主義、うん、ほう、これはね、はい、国際法で抵抗を許されている、はい、植民地であることを脱するためにはどういう暴力を使っても構わないというのは、はい、国際法でも結ばれていることなの、はい、それをやってんだ、うん、
おお、じゃあ今ガザとか、まあ、ウエストバンクもそうかもしれないけど、これはイスラエルの植民地になってしまっているから。そうそう、だから天井のない牢獄地帯じゃん、はい、だからあれはあれから脱するための闘争をやってるんだ、うん、今ねその認識が実はアラブ世界だけじゃなくてアメリカだとか西欧にも広がれ、だから今、うん、あのパレスチナに対する支持が増えてるんですよ。はい、それ後でちゃんと評価します、うんうんうん、国枝さんがご覧になった時にハマスはやっぱり国際世論戦を仕掛けているという、ここが一番のポイントということでよろしいですか。そうですよ、その宣伝戦ですよね、はいはい、それをやって、うん、あのアラブのまずはアラブの民衆の心をつかんで、うん、今まではどうもその辺があのふやふやしてましたから、はい、またこの際、非常に強い意思でそれをその理解してもらって、うん、で将来につなげていこうという、うん、そういう捨て身の作戦ですよね。なるほど、捨て身の作戦となると結果ハマスという組織が、まあ、表の表面上はですよ、まあ、イスラエルが言うように壊滅してもそれは別に自分たちにとっては、まあ、少なくとも根っこないしは思いないしは恨みかもしれないし、その念みたいなものが残るから、それをもとにまた組織が作れると、こういう理解でいいですか。これはあのやはりそこに行くとイスラム教の理解の方に行きますけれどもね、私たちの考えとはちょっと違うところがありますから、うん、その辺の歴史的なものを非常に我々よりも長いあの時系列で考えてます、はいはい、アラブの人たちは。なるほどね、ですからそれは、ね、我々もよりも、はい、自爆テロ、はい、だからこれはハマスの攻撃が自爆テロと同じ、自爆テロです、はいはい、を仕掛けたんですよ。自爆テロということはもうその結果自分がどうなろうと構わないという、先ほどもまさにその大義のためにというところを我々は見るとなると、もうすでに何て言ったらいいんですか、交渉の意味もないようなね。ないと思います。ですよね、うん、だからこの戦争っていうのは、はい、第5次中東戦争なんですよ実は。ほうほう、戦争なんですよこれ、構想でも何でもなくて、うん、でも相手はハマスというテロ、まあ、まあまあ国際的な評価でいくとテロ組織、テロ集団、まあ、政治集団、それを相手にした戦争なのか、ないしはその背景もあるようなイスラム社会とかいう、そうです、これもハマスが自分で始めて自分たちがこれが正しいと思ってやって、うん、イスラエルに戦争を仕掛けたわけですよ、はい、でそれはこれからどういうふうにあのアラブ世界に広まっていくか、これはまた別問題だけど、うん、あのもうハマパレスチナの大義ってものはもうハマスはこれで間違いなく大きな旗を振ることができたと思いますよね、うん、結果的にでももしそうだとすればですよ、イスラエルの周辺の国々が、まあ、第一次第二次中東戦争の頃とは言いませんけれども、反イスラエルの思いがわーっと強くなって包囲されるという、そういうリスクをイスラエルは抱え込むことにならないんですか。なるでしょうけど、うん、ただ周辺国っていうのは今一塊で言いましたけど、はい、バラバラなんですよこれ、うん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 、だから逆に言うとハマス一番怖がってるのはエジプトですからね、はい、だから開けなかったでしょ、うん、あのゲート、はいはい、あれはハマスが入ってくるの嫌だから、ほう、だからハマス頑張れとは言うけど、口では言うけど、うんうん、本当にハマスのために立ち上がって武器取るからそんなことはありゃしない。なるほど、だからあり得るのは石油でしょうね。石油、うん、これからイランが絡んできたら。なるほど、黒井さんいかがですか、そのイスラエルはもっと多くの敵を回すのかといったら、木村さんがいやそんなそれバラバラなんだよってこういうお話ありました。今後のイスラエルの周辺状況っていうのはハマスの戦いの結果どういうふうに変わっていくというのをご覧になるんですか。まあ、この後もですね、はい、実はこれで終わりじゃなくて、はい、イスラエルが、まあ、さらにおそらく激しい攻撃しますから、はい、まあまあ、悲しいかな犠牲が出ます、うん、そうするとやはりイスラム社会からですね、うん、イスラエル批判というのが、うん、まあ、出てきますので、はい、まあ、イスラエルがですね、うん、まあ、過去どのぐらいまでってわからないですけど、やっぱり周りの国とはですね、うん、やはり敵対、まあ、かなり緊張感が高まると思うんですね、はい、ただあのイスラエルの考え方としてはやはりそのハマスが今までは弱かったんで、うん、まあ、ちょっと殴ってほっとけば、まあ、囲い込んどけば、はいはい、抑えられたと思ってたのに、今あの前から2年経ったらですね、もう我々にもう攻めてくるぐらいの力を持ったということで、これはもう壊滅させないと自分たちの命が危ないと思うわけですね、イスラエルの人は。でそれでまあ壊滅させるというのを優先して、その後のまあ国際社会からの非難であるとか、まあそうですね、まあ周辺の国との緊張であるとかっていうのはちょっと優先順位がおそらく低い、それに比べれば自分たちの、あのサバイバルというふうに、まあ相手方の命を何とも思ってないところが大きな問題ですけれども、うん、彼らの中の考え方として優先順位としては自分たちを守るということだと思います、うん、そのごめんなさい、今の黒井さんの発言をなんかちょっとこう自分なりに解釈すると、
人質人質って僕ら騒ぎますけれども、その人質のその重みが軽いと言っていいのかな、人質の重みが我々が思っているほど重い戦争にはなっていないという理解でいいですか。いわゆるその政府としては、はいはい、まずはそのハマス壊滅なんですよ、うん、まず大優先、うん、譲れないところはですね、はい、でもちろん人質の奪還もしたいし、うん、いうところで、まあ、イスラエルの中もそういう世論もありますから、はい、あと人質の家族なんかもメディアに出てきて、まあね、いいわけですね。ですからそれは無視するってわけにはいかないんですけれども、うん、やはりそのこれからおそらく凄まじい戦いが始まって、でハマスやっぱ戦術上がってますから今までと違うんで、おそらく何かしらこちらの地上戦の準備もしているはずですから、イスラエルの兵士にもですね相当大きな犠牲が出るという、うん、結構シビアな戦いになります、うん、ですから、まあ、人質、まあ、何人いれば大きいかって、はい、なかなか言えないんですけれども、はい、イスラエル側としてはある程度、うん、犠牲というのは、まあ、言わないですけれども、うん、まあ、ある程度、まあ、木村さんおっしゃったようにですね、まあ、ある程度しょうがないのかなというところはあると思います。続いて最新戦況です。こちらガザ地区にある地下道の地図とフランスのメディアが引用していた空爆の位置を重ね合わせて作成したものなんですが、この赤い線というのが地下トンネルです。そしてこの青いところが空爆されたところなんですが、これを見るとこの地下トンネル、地下道を狙っているようにイスラエル軍は攻撃しているように見えるということです。またガザ地区中ほどにあるこのガザ渓谷、この辺りからも侵攻があったとしています。まあ、ここに来てこの北側だけでなくて中ほどからも攻撃を始めているイスラエル軍なんですが、黒井さん、この中ほどから攻撃していく理由というのは何があるんでしょうか。要はここからですね、こう入っていっておそらく海まで出てですね、 今ちょうどこのなんてメイン道路があるんですけど、そこまで行ってるのは映像で確認されてるんですけれども、はい、上まで行って要は囲むわけですね、はあ、で海からも船が来ます。それから今こっちからとですね、あとここからと、はい、まあ、2カ所方向から入ってるんですけれども、まあ、包囲していくっていうやり方ですね。ですから、うん、そのいわゆる軍事作戦としては、はい、非常にその定石通りというか、まあ、しばらくそのまず封鎖をして、その後空爆で、弱体化させてから、まあ、地上に入っていって、まあ、包囲をして、それからっていうのはですね、うん、まあ、軍事作戦としては普通です。ただまあ中に、うん、50万とか60万とかいわゆる、ね、人がいるっていうのが、まあ、ちょっと違うんですけれども、はい、まあ、それ軍の動きとしては非常にその、うん、それほど、まあ、変な感じではないかなと思います。民間人の車に向かって発砲しているようなシーンも 見えましたよね、はい、ガザ渓谷のちょっと上の方なんですが、はい、そこの幹線道路で一般の車ですね、はい、それがメルカバ戦車に撃たれるというシーンで、これたまたま、うん、これ撮ってるガザの人がいましたんでこれ出てきましたけれども、はいはい、まあ、見てない、捉えてないのでこういうことがおそらく起こってるんだろうかというふうに思うんですね。やっぱりこれはですね、どう考えても軍事的に必要性ないんで、うん、まあ、かなりそのなんて言いますか、民間人保護というのが、うん、やっぱり軍事作戦から軽視されているというのは、うん、まあ、まあ、これはもう明らかと思います。木村さん、いかがですか。そのイスラエル その北部、ガザ北部におけるこの、まあ、軍事行動の、まあ、モラルって、モラルも何もないですよね。どう見たらいいんですか。僕だからその見てる人たちが、例えばウクライナに侵入したロシア軍がブチャでやったこととどういうふうに分けたらいいのかっていうところとか、ダブルスタンダードだっていうのは今世界は、うん、それウクライナをいじめてるロシアを怒ってに叱って、はい、を叩いてね、うん、今パレスチナをいじめてるイスラエルを援助してるとは全然これ二重基準じゃないか、ダブルスタンダードじゃないかっていうのが今のアメリカに対する批判の一番の元にあることなの、はい、だからね、どっちが正しいからいいからって話じゃない。今戦争、これは生きるか死ぬかっていう戦争を始めると、うん、そのやっぱりね、うん、超えますよ、そういう道徳的な線っていうのは、うんうん、で実はアメリカもそれを許してるんじゃないかなっていう、ごめんなさい、一応アリバイのようにこういう話がワシントンポスト電子版、アメリカ当局者はイスラエルに対し地上侵攻ではなく精密誘導兵器などによる攻撃を選択するよう求めているという27日、まあ、ちょっと前なんですけど、こういう報道もアメリカの言い訳、はい、これは言い訳をワシントンポストを通じて世界に発信しているんですか。それで、はい、裏から出た情報っていうのは、はい、例えばね、アメリカの海兵隊がイスラエルに、うん、
神経ガス使えとトンネルは。ほう。神経ガス充満すればみんなこれあのトンネルやつ、はいはいはい、手つかずでやれるよっていう話をしたということはもう神経ガスを送ったんでしょう、うん、なるほど。これやったら人質死にますよ。そうですよね、うん、それが現実なんですよ、うん、だから今の話はそれじゃあ化学兵器との関係はどうなるんですか。神経兵器というのは化学兵器じゃないんですか。いやいや、だからいい悪いの話してないんですよ。いやいや、今はあのそれは CTBT で、はい、あの化学兵器は禁止ということでアメリカも入ってるでしょ、うんうん、いやだけどあの マリンは、うん、神経ナブガスを使ったらいいじゃないかというふうに提言したと、うん、でもアメリカはもうなくあの化学兵器をなくしたと言ってるわけですよね、うん、いやだから持ってるんでしょきっとそうしたらいやだからそれは国際条約で禁止されてるから使わないって話にはなんないわけですよ、はい、戦争の場合は、うんうんうん、なこと言えば民間人のところを砲撃しちゃいけないっていうのは国際法違反でしょ、うん、ガンガンやってるわけですよ、うん、同じ戦争ってそんなもんじゃないですか。そこに綺麗事持ち込んでもしょうがない。その一番それ の、はい、あの典型的なのは中東戦争なんです。中東の戦争なんですよ、うんうん。国田さんいかがですか。このイスラエル の、 そのガザへの、まあ、侵攻ですよ。いくつか問題があるんですけれどもね、はい、今ネタニヤフはこの第2段階って言ってるわけです、はい、第2段階は何かっていうとそこには大きなポイントとして、うん、人質の解放というのがあるわけですね、はい、でかつその後 の、 そ の、 あのハマスの壊滅に向けた地ならしというのが2つあるわけです、うん、はい。でもそうすると今の話はですね、うん、どん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 もう第3段階の方にもう行っちゃってますよ。行っちゃってると。行ってる。ただしネタニヤフはそれを明言しない。認めない、ね、うん、だからそれは何かというと人質というのがあるわけで、はいはい、しかし軍事的な作戦もあると、うん、両方が行ってると、うん、それから私は見ていて感じるのは、はい、ハマスというのは案外と組織ができてると、うん、組織が動いてる。できてるんですか。この10月7日の攻撃の時にはカタールの政治本部と軍事部門というか連携を取っていたんですか。取らずに突入したという話ありませんか。私は、はい、あの案外とそこはですね、はい、あのハネアスが今カタールにいますけれども、はい、その前任のマシャールというのがダマスカスにいたんですよ、うん、はい、でその時私が現場にいて、うん、で私の住んでいる校庭とですね、うん、マシャールの事務所というのがもう50メートルぐらいしか離れてなかったんです、はい、うん、ですから私は時々その前を通って、うん、あの中を覗いてたりしてたんですけれども、はいはい、彼らあのマシャルの発言とですね、うん、がどうもそのハマスのそれまで の、 発あの行動と随分離れてるというふうに思える時があったんですね、はい、ところがいつの間にかそれが一致してるんですよ、うん、だからそれは案外と連絡し、うん、ができていると、うん、だからそれじゃ あの政治部門と軍事部門とでですね、うん、判断が違った時どうなるのかと言ってもやはりそれはコーディネートというかその話を進めてるんですね、うん、あのそんなに違わないようにそれは案外と今回もですね見えてると思いますね。黒井さんいかがですか。そこの政治部門と要するにカタールとそのガザの間できちっと意思疎通だって通信回線使わずに機密保持のためにまあ電子バト使ったとかって噂も出るぐらいの連絡方法でやってる中でそこまで表層をピシッと合わせることができたかどうか、ここのあたりいかがですか。あのこれも両面ありまして、はい、これハマスの特徴なんですけれども、はい、結構前からのですね、はい、まあ、軍事部門って非常に秘密組織なんですね、うん、でハマスの政治部門も現場の例えばガザにいる幹部とかほとんど知らないです、はい、でそれはもう軍事部門だけで、うん、軍事部門の中でも誰がメンバーかわからないぐらいの秘密組織なんですけれども、はい、そこのトップというのはですね、まあそのハマスの政治部門のトップとはいわゆる政治局という、はい、ところとはつながってます、うん、なので、全くその政治局のトップが知らないところでってことはありえないです。なるほど、それはもうあのそういう話はできてて、うん、ただですねそのある種の派閥みたいのがあってですね、ははは、その軍事組織のラインっていうのは とにかくそのイランの情報機関に直結してるんですよ、うん、でそういう意味ではイランの影響力が政治部門よりは大きいということはあります、うん、ただですね今そのガザに、はい、の担当だったハマスの政治部門トップがですね、もともとそのカッサム旅団の創設者なんですね、うん、でそういう意味では今ガザにいるハマスの政治部門のトップと、うん、おそらく現場で、まあ、みんな今イスラエルがめちゃくちゃ探している軍事部門の幹部というのは連携は取れていると思います、うん、なるほど。ここからですね、長く中東情勢を見てこられ現地にも駐在されたことのある木村さんにお話を伺っていくんですけれども、うん、中東を語る上でもなかなかこう
背景というのが分かりづらい日本人というのもあるんですけれども、それを理解を促進するためにこのワニとサソリという偶話があると伺いましたが、これで分かるのか、ちょっと説明しますね、はい、中東の大きな川は多分ナイル川だと思うんですけど、ほとりでワニが日向ぼっこしてると、そこへサソリがやってきて、向こうへ渡りたいから乗っけてくんないかって、うん、でもお前怖い、刺したら怖いから嫌だよって、うん、でも刺したら俺も死んじゃうじゃないかって、うん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 、だからああそうだなって乗っけてったら川の真ん中でやっぱりぐさっと刺したんですよ。でなんでお前こんなことどうやってこういうのは理屈ができつくんだよって、うんうん、理屈なんかつかないよ、これは中東だからって言った。それがオチなんですか。それがオチで、この話はね中東で必ず聞く話、要するにいかに中東の出来事っていうのは不条理かっていう、はい、説明のつかないことが起きる。じゃあこの例えで、ね、ハマスが自爆してもいいからということで、世の中大義に訴えたいために、川の真ん中で刺すサソリはハマスみたいなイメージ。それで、はい、過去にもね、はい、例えばオスロ、はいはい、オスロ合意、オスロ合意があって、はいはい、その結果まあ、2カ国、うん、制度の枠組みができて、はい、これで、ああ僕もね本当に中東で取材して、これでやっぱり本当にパレスチナ情勢ってのは解決策あるんだと思った人に、ラビンが暗殺されて、はい、アラファトも殺されたんですよ、うん、毒殺された。そうで、これ、はい、誰かに刺されたわけです、はい、で潰れちゃった、うん、それが中東なんですよ。国田さんもワニとなんかサソリ、この話ってお聞きになったことありますか。私はないんですけど、別の話がありますよね、はい、なんですか。ゴリアテとダビデの話。それどういう話。ゴリアテというのはその巨人なんですよね、はいはい、でダビデは子供なんですよ、はい、牛飼いの子供なんです、はい、でゴリアテがダビデよ、おいちっこいのって言って、うん、そのなんかぶん殴ろうとしたらですね、はい、いやーって言ってそのダビデが石ころを投げその、はい、取って投げたら、はい、ゴリアテが死んじゃったという話 で、うんはい、でそうするとイスラエルは自分は今ダビデだとずっと思ってるけれども、で周りがアラブですからゴリアテだと、はいはい、ところが実はこれもう反対になってるんだと、はいはい、イスラエル自身がゴリアテであって、うんうん、でそしてダビデが周りの諸国なんだと、だからいつやられるか分かんないよと、うん、今のようなやり方で言ったらそのうち50年60年100年経った時イスラエルという国が果たして生きて存在しているかどうか分かんないよという、うん、そういう話にもなるんですけれども、うん、実は先ほどの話でですね、私一つ申し上げようと思ったのは、はい、要するに中東のっていうか、うん、アラブ中東の重心は紛争の重心はどうなってるのかということで考えますと、うんはい、第一次中東戦争から第四次中東戦争まではですね、うん、常にパレスチナが中心だったわけです、はいはい、ですから中東アラブのその重心っていうのはそこにあった、うん、ところがその後中東の重心っていうのは経済面 に移動して、うんこの湾岸 地域に移動したわけです。なるほど。そうすると湾岸地域の移行がですね、うん、アラブ世界にこうその支配的になっていく、うん、ということになっていく、はい、そうなるとパレスチナの方では何を考えるかというと、第4次中東戦争までは自分たちのために中東アラブ中東がみんなが戦ってくれた、はいはい、それはだん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 そういう意識がですね薄れてきてしまっていると、うんうん、それでこの21世紀になってですね、うんま、それまでインティファーダーというのをやったけれども、はい、うまくいかなくて、うん、でその後今日まで来てとうとうここでやっぱり建国一滴の戦いをやらなくてはいけないという、うん、そういうことで今この歴史を新たに作りそのリバイブさせて、うん、このまた中東というのは 何が根幹にの問題としてあるのかということをみんなに知ってもらいたいと、うん、でそのために自分の命を捧げるという、うんそういう戦いを今やってるに違いないと私は見てます。木村さんいかがですか。そのなんとか歴史をもう一回ひっくり返してごめん、はい、ちょっと今の大使の話別にちょっかい出すわけじゃない。どうぞどうぞ。ダビテ大男、はい、ああそっちの話、はい、これねペリシテ人なんですよほうそれでペリシテ人がイスラエルに攻め込んできたわけですよ。なるほど。それを小さなダビテがやっつけたわけですよ、はい、だけどねペリシテ人っていうのは、はい、今のパレスチナ人なんですよの祖先なの。ほだからそこからね実はパレスチナ問題って始まってるんですよ。えそういうことなんですか。いやそう言われるから。ほだからね要するに、まあ、そのどっちがどっち今どっちになってるか別にしてね、はいはい、そこから実は恨みつらみっていうのは始まってる話だと思うとね、うん、やっぱこのワニの話っていうのはね、うんなるほどっていう感じ。木村さんねごめんなさい。木村さん昨日のプライムニュースご覧になっていただいたさっきおっしゃってたんで好きだった。いい番組だった。ありがとうございます。本当にありがとうございます。だけど昨日のゲストはその
そのダビデとゴリアテの戦いとかそういう時代じゃなくて、この問題のそもそもは19世紀の国民国家というところをスタートラインにしないと整理がつかないよ、十字軍の話は近く終わってるんだよ、出エジプト記の話とか関係ないんだよという話をずっとこの昨日の池田さんと、高橋さんはそういうふうにおっしゃったんです。木村さんは僕はね、もっと前、はい、ノアの箱舟まで戻る。ノアにはね3人の子供がいて、はあ、ハムとセムとヤピテって知らないですよ、その誰も。ヤピテってのは白人の元になってる、はい、セムってのはユダヤ人の元になってる、はあ、そのもう一人ハムってのはパレスチナ人の元になったんだけど、これはね、はい、ノアが酒飲んで酔っ払って寝てんの見て笑ったんで感動されて、はあ、以来ね一家とは離れ離れになった、はあ、それがパレスチナの元だというところからね、実は本当に笑うけどね、彼らはねそういう話っていうのはなんかこういう問題に持ち出してくるわけで、そういう話がスタートだと万が一その なんていうの、記憶の中にそういうのがあったとしても、現実 その国と国との間、ないしはそのハマスとイスラエルの間の憎しみとか戦いとかの根本にあるのは経済的合理性とか国益とか安全保障とかそういうものがあるんだよというのが昨日の話でした。それは違うんですか。いやいや、そうだと思うけども、はい、ただその歴史的な背景、はい、聖書的な背景ってのはものすごく意味が、うん、重い意味がある。なるほど。例えばね、ネタニヤフ の,、はい、あの政党、なんだ、リクードリクード、リクードの党勢って何だって、はい、約束の地を取り戻すことなの。あ、じゃあもう入植 OK なんですね。入植 OK だから、支持が大きいんです、はい、だから彼らがね開拓してるとこ行ってね、なんでこんな無茶苦茶なことができるんだって聞いてください、はい、やってる人間これね、うん、ちゃんと聖書を見てみろ、書いてあるから、うん、神様はねそのユーフラテスからね、うん、ナイル川までの土地を俺たちにくれたんだって、うんうん、でそれが、ね、現実の政治になってるわけですよ。でもそんなこと言い出したらだってその僕に言ったって知らない、彼らが言ってるんだもん。いろんな国が決め事やってなんとか合意だとかって言ったって全部チャラじゃないですか、うん、だから中東はワニになってる、ワニとサソリになってるわけ。